今回のビデオは我が家のモーニングルーティーンをご紹介したいと思いますので、最後までご覧ください。改めましておはようございます。皆さん元気ですか？ゆなデリーです。今日はですね、我が家の朝がいつも忙しいんですけれども、朝のルーティンの方を皆さんにご紹介していきたいと思います。まずは朝食作りですね。朝食作りといってもとても簡単なもので、冷凍してあります手作りのオートミールパンケーキ、またレシピの方は概要欄の方にリンクの方を貼り付けておきますね。そちらの方をトースターの方で温めている間にコーヒーの方をいただきたいと思います。いつもね、私はブラックコーヒーの方を飲んでしっかり目を覚ますようにしてます。もう本当に夜型なんですよ。朝はとても弱いです。そうしてますとね、一番下の子が起きてきてまして、ランチを自分で作るようにしてますね。アメリカのランチは本当に簡単なもので、ピーナッツチェリーサンドイッチとか、あとスナックみたいな形のを本当簡単に持って行ってますね。あと学校の方でカフェテリアで自分の好きなものを取って食べることもできるんですけれども、そうするとやっぱり偏った状態になりますし、こっちの方がね断然安いですので、お家で作って持たせていくようにしてますね。全部ねフローズンにしてまして、ご飯がだいたい12時ぐらいにお昼ご飯食べるんですけれども、その時に解凍できるような形になってますね。やっぱりこう傷んでしまったりするのが怖いので、飲み物はジュース、パック用のジュースなんですけど、これは普通にやってます。普通の冷蔵保存で、あとは冷凍ものですね、ここをパックにしていってます。こうやって自分でね作ってくれるので簡単ですよ。日本みたいにね、キャラ弁っていうんですか、ああいうの本当皆さん作ってるんでしょうか。本当現実味が私には全く見えない。朝からこんな忙しいのに朝からお弁当を作って、作り置きのねやつもあるんでしょうけれども、すごいな、尊敬するなと思いますね。日本のお母さんは素晴らしいと思います。この日はですね、学校の方におもちゃを持って行ってもいいよっていう日だったので、この子はね、今は持ってるのはポケモンのねカードをね、みんなに見せびらかすために取って普通のリュックサックにね入れてます。もちろんこっちこの子はね小学生なんですけれども、ランドセルっていうのはありませんので、リュックサックの方にこうやって入れてますね。それでね、教科書とかもあんまりないんですよね。はい、買った記憶がない。全部学校でテキストを準備してくれるっていう感じですね。もちろん全て無料です。はい、そうしている間にパンケーキの方が温まりましたので、そちらの方に今回はですね、ナテラっていうヘーゼルナッツとチョコレートを入れたのをつけるのと、あとアイシング、ストロベリー、いちご味のねアイシングをつけてあげましたね。いろいろ変えてます。ハニーにしてみたり、シロップにしてみたりとかもしてますけど、もうこんな簡単な感じで作ってます。このパンケーキなんですけれども、中にねオートミールの方が入ってまして、腹持ちも結構しますし、あとファイバーとかね、他のニュートリス、ビタミンとかも入ってますので、栄養価的にも結構いいと思ってますね。お気に入りです。あとはですね、昨日の夜のうちに洗っておいたプラスチックものですね、こちらの方は自然乾燥させてまして、それをまとめて元の定位置の方に置くようにしてますね。まだ寝ぼけてますけど、はい、そうしてますと7時15分こちらの方がスクールバスの方が、2ブロックウェイ、2つちょっと離れたところにね
バス停がありますので、そちらの方まで、一緒に歩いて行ってますね。この時収録したのがだいたい10月の初めぐらいで、まだサマータイムだったので、結構ね、朝薄暗い感じで、まだ早いですね。はい、スクールバスがこのように迎えに来ますので、近所の子どもたちがみんなこうやって一つのバスに乗って行くようにしてます。それで見送り出しをした後にまたお家の方に帰って行ってますけど、はい、そうしてますとね、長男の方がシャワーを浴びて出てきてます。今日はこの日はですね、LDC っていうクラスの方を受けてまして、制服の方を着用しなければいけないので、こんな感じでユニフォームを着てるんですけれども、普段はね、普通に T シャツとジーパンとか、あと短パンで行ったりしてますね。はい、こちらのブーツの方もですね、履くようになってますので、これはなんていうんですか、メリタリー用のブーツを履いていってますね。はい、8時になったら、この子は大きいので中学校のお友達と一緒にバス停まで自分で歩いていくような形になってます。本当もう近所なんでね、自分で歩いていってもらってますね。アメリカの方はだいたい12歳から自分で歩いていってもいいっていう形に、外で出歩いてもいいって形になってます。はい、そうしてますと主人が起きてきますね。この時は日記の方ですので朝起きてますけれども、3ヶ月サイクルで夜に夜勤になったり日勤になったりしてるんですね。で、この時は日勤だったので朝起きてちゃんと行くように準備をしてもらってます。はい、そうしてますと、まずはですね、子どもたちのベッドメイキング、朝こうやっぱベッドメイキングするとなんか一日が始まるっていう感じ、私好きなんですよ。これ簡単にね、おもちゃ箱、おもちゃを入れたりとかもしてますね。片付けてますで、こちらが長男の方のベッドですね。こちらの方もベッドメイキングしていってますね。本当はね、子供にやらした方がいいんだとは思うんですけれども、ついついね、めんどくさくて言うのがめんどくさいというか、そんな感じで自分がやっちゃったりしてますね。はい、こちら子供用の、バスルームになりまして、それを洗ってます。これボーラックスっていうホースサっていうんですかね、こちらの方をブラッシングした後に便器の方に入れておくと、おトイレの方が簡単にきれいになる、できることがあります。あと、そのうち皆さんにもご紹介したいと思いますけど、シャワールームの DIY のね、このスプレーのやつもね、これスプレーしとくだけで毎日の掃除はそれで使っていってますね。あとは1階のおトイレ、またこちらの方は1階はね、もしお客さんが来た時にやっぱり見られたりするので、この辺はそんなにディープクリーニングはしてないんですけども、簡単にホコリ取りと便器の方も掃除してますね。はい、これが以上で朝のルーチンの方になります。どうですか、皆さんの朝はどんな感じなんでしょうか。ぜひコメントの方がありましたら、コメント欄の方に書いてみてください。よろしくお願いします。やっぱね、いろんな家で違うと思うので、いろんな意見聞きたいななんて思ってます。あとはこんな感じでキッチンの方を簡単にトースターを直したりしてやってますね。なので、ご意見の方をどしどし、もしよろしかったら教えてください。はい、よろしかったらチャンネル登録、いいねボタンの方もポチッと押してみてください。よろしくお願いします。あとはインスタグラム、ツイッターの方もやっておりますので、もしよろしかったらフォローしてみてください。それでは次回、また次回お会いいたしましょう。またねー。